どうも、激辛ジョイス。今日もみんなの足に火をつけちゃうぞ。やってきました。はい、今宵は神奈川県にある横浜中華街に参りました。中華街といえばあらゆる中華店が軒を連ねているスポットなんですけども、今回は、慶徳鎮という激辛四川そばがあるということで、今回ここに挑戦していきたいと思います。やはりね、中華街だけあってさまざまな中華料理があります。まあ、当たり前なんですけども、はい、それでは早速今回チャレンジしていきましょう。慶徳鎮いただきます。さあ、慶徳鎮さんの激辛そばいただきましょう。慶徳鎮、スープからいきましょう。いただきます。しっかり唐辛子の辛みが効いてますね。麺はこれは細麺でしょうか。よくスープに絡みつます。いただきます。うん、これは結構パンチ効いてますね。唐辛子の辛みの後にホワジャオのしびれがふわっとダブルパンチでやってきます。入ってる具材は金のほうれん草、あとお肉とタケノコ、よりどり緑です。ほうれん草いきますね。オープニングはキノコ、これは美味しいな、たまりません。これは辛い。これが中国4000年の歴史か。もう開始5分でこんな汗が大変です。ありがとうございます。カプサイシン効果で汗がひとたり落ち、まさにサウナ地獄でございます。たまらんね、この辛さ。キノココリコリ、ほうれん草シャキシャキの麺もっちりと、食感が楽しいですね。スープはこうドロッとした感じで、こう担々麺風な感じですけども、キノコも2、3種類、入ってますね。あ、でもこれぐらいのホワジャオの加減だと美味しくすすりますけど、あんまりしびれがきつすぎると麺すすっていけないけども、キノコの風味がふわっと噛めば噛むほど口いっぱいに広がります。さあ、麺と具が終わったところへ残すところはこの真っ赤に染まった地獄のようなスープ、激辛バトルに蹴りをつけないと思います。恋よ限界よ、恋よバンディの頂上。
ぱっちゃんの服部分に来るか。大学の人に見ないんだから、嫁と二人しか行くんだ。ごちそうさまでした。それでは辛さレベルの発表していきましょう。提督チンさんの激辛四川そば辛さレベル、じゃらららら、じゃん、辛さレベル 6.5 でーす。唐辛子と、ホワジャオ、この2つがね、非常にこう辛みと種類が効いていて、まさに食欲を増進する、作用がありました。それでもね、こうキノコ類とか、お肉、タケノコとか、ほうれん草、いろいろなこう食材が、いっぱいよりどりみどりたくさん入って、いろんな食感が味わい、そして野菜類も豊富に取れて、非常に美味しく召し上がれたのではないでしょうか。うま辛な一品です。香辛料の方からね、もう額にはもう汗がこぞとばかり吹き出してまいりました。もうサウナ地獄ですけども、まさにこの寒い冬、激辛料理を食べて温まるという一品ではないでしょうか。ということで、もしこの動画が良ければグッドボタン、チャンネルよろしくお願いします。ツイッター等々更新しますね、フォローお願いします。ケイトクチン。